たち、お願いがあってきたの。私、あなたにこのレアの果実を食べてもらいたくて。この実には泉の呪いを解く力があるの。味はちょっとだけ美味しくないかもしれないけど。やめてください、ティリア。そんな変なもの食べたくありません。お二人とも、もうティリアには構わないでください。ティリアはただのか弱い女の子なんです。どうも気になって見ていたが、やっぱりお前みたいなぶりっ子女がバレリアなわけはねえんだよ。それを証明するためにもこれを食え。さあ、うん。ティリアちゃん、やっぱここにいたべか。無事でよかった。さっき突然村が荒くれ者どもに襲われて大変なことに。ティリアちゃんも早く逃げ。だってよ、虫キャラのくせに逃げてんじゃねえよ。くっそ、手間かけさせやがってよ。お前はギャノン兄弟の弟。お、ベルトロじゃねえか。探してたんだぜ。どうせナンバー2の俺を殺してバルディスタの魔王になろうとでもしてんだろ。お前ら兄弟の考えそうなこった。バカが、俺だって無理なのに、お前らみてえなゲス野郎どもに国をまとめられるわけねえだろ。それを決めるのはてめえじゃねえって。てめえをぶっ殺してお兄とバルディスタのてっぺんまで登り詰めてやるぞ。ティリアさん、ここは私たちが何とかするから、あなたは無礼。私はベルトロさんを助けるから、その魔物の相手をお願い。
こいつら全員ぶっ殺した。俺の仇を取ってくれ。あにうるせえゲスが、さっさと消え失せろ。早くトポルの村へ急ぎましょう。弟が死んだ。俺にはわかる、わかるんだ。ギャロンの兄貴、何言ってんすか。さっさと村人でも拷問してベルトロの野郎の居場所を吐かせ。
貴様は万死に値する。おいミカオ、その果実をよこせ。私の目の前で大事なものの命を奪わせたりはしない。てめえは魔王バレリア、くたばったはずじゃ。私はあの時ゼクレスの化け物の閃光でこの近くまで吹き飛ばされたのだ。どうにか生き延びた私はあの呪いの泉にたどり着き水を飲んだ。そして私は泉の呪いで最もなりたくないと思っていたか弱き子供の頃の姿に戻ってしまったのだ。か弱き子供の頃ね。戦いに敗れた上あのような無様な姿となってしまっては私に魔王たる資格などない。だから私は残された人生をこの村でただの無力な娘として生きていこうと決めたのだ。だがどうやらこの魔界はまだ私の力を必要としているようだ。皆の者、世話になったな。村の復興にはバルディスタが力を貸すと約束しよう。さらばだ。見て、お姉ちゃんに教えてもらった月すみれのランプ、みんなちゃんとできたんだよ。これお姉ちゃんの分。ティリアや、いろいろとありがとうね。またいつでも遊びにいらっしゃい。ほら、あのガキを見たとき、鼻からバレリアなんじゃないかって睨んでたんだ。だが、ヤイルの剣やらゼクレスとの戦いやらいろいろあったせいか、あの通りすっかりふぬけてただろ。そこで一計を案じ、俺を追っかけてきていたギャノン兄弟をまんまとおびき寄せて、嫌でも立ち直らざるを得なくしたのさ。バレリアも元に戻ったし、厄介なギャノン兄弟も始末できたし、完璧な作戦だっただろう。
おっと、こうしちゃいられねえ。置いていかれちまうぜ。今回の礼も渡したいから、あんたもバルディスタまで来てくれ。じゃ、よろしくな。貴様ら随分楽しそうだな。このバカ騒ぎに私も参加していいか？そういえば、貴様の強さもこのまま放っておくには惜しいな。どうだ、我が陣営に加わらぬか？つくづく愉快なやつだ。よかろう、真剣に考えておくからな。やれやれ、これでバルディスタもひとまず安泰だな。すっかり世話になっちまったな。こりゃ俺からの礼だ。ありがたく受け取っておけよ。あのちょとつ盲信なお嬢様は、魔王として力も資質も申し分ねえ。だが純粋すぎるのか弱いところもあってね、危なっかしいんだ。だから俺みたいな小ずるいおじさんが支えてやらなきゃならないのさ。そんじゃな、俺に会いたくなったらバルディスタ城の玉座のままでいつでも足を運んでくれよ、相棒。